皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も何でもセールスマンで遊んでいきます。さあ今下でもっくんがものすごく吠えてますね。多分みんな出かけちゃったんだよ。出かけちゃったんですね。在庫切れなので、そこにちゃんと相性のいい間違えてますよね。採用紙って再発ですかね。さあでは仕入れいきましょう。まあ、高いですけど、まあ多分あれですよね、テンション高くなるとたくさん買ってくださるから元取れるってことですかね。さあ買いました。1個いくらですか。113,333円と割り切れない3です。さあ事務所に戻って、今回販売いたしますのは安倍の生命さんのお札ですね。どういう効果があるんですかね。魔除けってことですか。さあでは行きましょう。じゃあ今日は小森さんですかね。もう小森さんこもってないでお家に。さあ出てきてください。ピンポン。おっとこもっていらっしゃったこもってです。そういうことですね。なんかもう皆さんの喋り方がなんとかするかっていうですね。まあいっすけどうと。独特ですね。独特でです。うわーっとまさかのゴミたくさんですかね。ゴミじゃないですかね。風呂敷ですか。さあでは行きましょうか。おー洗剤ですね。洗剤だけじゃなくて掃除機も、この前竹ぼうきもちょっと降りに来ないとちょっと掃除していただかないと。さあセールスポイント、有名デザイナー安倍の生命、超古代、確かに古代ですけどありがたい。守護って書いてますよ。守護霊あ、なんですか、ごぼう線じゃなくて、なんて言うんだっけ、あの星型のマーク、ちょっと思い出せないですね。1万年前の地層なんですか。生まれる前からすでに埋まってたんですか。謎ですね。あーポテチ食べてる。美味しそう。コンソメですか。これ何、つける、つけたり置く、置く、つける、壁につけるっていう意味ですかね。置くかつけるでしょう。あ、間違った、また間違った。あ、案外投げるかもしれない投げる、そう見える格好です。あー当たってる。悪霊退散だから。あ、まさかのグッドだった。違った。どれだったんですかね。投げても良さそうな感じしますね。さあ守護霊が、守護霊って守ってくるからいいんですかね。真ん中で左右、真ん中左右、真ん中左右、真ん中 OK です。あれグッド、あれちょっと今回は手強いですね。あ、けどもうテンションメーター31個になってますよ。けどまあいくらですか。16万5000に17万500円ってことですか。洗剤が13万3000円しましたからね。ちょっとダメですか。普通に売って10個くらい売った方が利益出てましたけど。おお、エクセレントですね。あとは大富豪の方が来られるか来られないか、そこに全てをかけますね。さあ17万500円来ました。ありがとうございます。動画見ていきます。さあでは行きましょう。ルーレットですね。まだ星4出てないから、出てほしい。あー、いけそういけそういけそうかと思ってた。うわー残念。7個ですね。7個でも嬉しいですね。あー、あと2個で完売なんですね今回ちょっとあまりエクセルでは少なかったですね。まあでも70点ですね。いいですね。ちょっとビンゴ見ますか。事務所に戻って、ビンゴと。
おお、結構埋まってるで、埋まってますね。あ、埋まってないんだった。クリアの方が埋まってるんだ。わあ、結構難しいですね。あ、これリンゴを全部揃うと隠された漫画が読めるんですか。あ、漫画見てみたいですね。いや、これ皆さんも見たいと思いますから、時間があるときにちょっと遊んでおきます。ではですね、今回の動画以上させていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。